ここやっと終わったな。はい、おしまいを買いたい。後で何使わないで納得してない。僕的にはそう、まあ、人数かけとるつもりはなかった。ない、はあ、ない。別に物申すとかじゃないですけど、お疲れ様です。お疲れ様です。ここやっと終わったな。はい、あ、すいません、すいません、おしまいを買いたい。買いたいしたい。すいません、コスト高めろ。こうしたんだね。買いたいけど怪我だけしような。はい、よしよしよし、買いたい。よし、あ、後で何何、いや、後で、はい、いや、違う、ちょっと、動画では、いや、後でいいって、もういい。痛っ。まともに入ったらゴスって言おうとした、今出た今、歯が出てるもんな、あれやったわ。また、また悪口やるんだよ、じゃあ。何つらなの、別にいいよ。はい、いい、もういいよ、お前部長。いや、使えないっすよ。ない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 、はい、いいよ、使うかどうか俺が判断してるよ。使えるなら使わない。いや、使わないでしょ。いや、あの、ショーから聞いたんすよ。うん、あの、なんだろう、うん、私、興味がないから、人相をかけすぎとんじゃない。おー、まあ、豊かとか、なんか聞いたら、ショーに話をしたの。なんで、お前が書きすぎなの、どう。いやでも、ちょっとうるさい、向こう行こうかしら。はい、いやでも、俺は…僕は取れない。いいって、なんでいいって。どうお前。ちょっと、俺も忘れちゃった。ショーには言ってされたけど、腹からやっとるとか言ってないわけですよ。ああ、だから俺は、まあそうだ。お前と誰だった。僕と、マスコシコンとか。組織のどうなの。どうあの女たちってやりたいけどな。いやだけどめちゃくちゃ綺麗な足場なんですよ。足場はめちゃくちゃ綺麗。あんな足場今まで見たから。直接言われたの。まあ、直接こうリンクかけすぎだな。リンクかけすぎじゃないみたいな。大丈夫、うん、とは言われてます、ね、実際どう。はい、まあでも難しいっすね。どうやって道具で使われるかもしれない。いや、いい言葉選んでくれてます。道具で使われるかもしれない。似てる。いや、いいやろ。まあ、やばいとこ消すで。何納得してないんだ。いや、まあでもその僕的にはそう、まあ、あんまり人数かけとるつもりはなかったけど、その、うん、そうやってまあその現場が空いてきたもんね。まあ今日も3人で予定しとったけど4人5人になったとかもある。あ、そういうのもある。ああ、そういうのもあるかな。で、あの終わったチームでその午後から空いてる人たちとかが来たりとか、うん、あもうしてる、うん、現場は何、予算もらったの。この何人で終わらせなさいとかいくらで終わらせなさいみたいな。どういう風に現場のあれやってる目標値は。ない。お前ら会社組織によって目標がない。嘘でしょ。そう、まあ、で何に向かって走っていくの。はい、何に向かって走っとるの。目標がない。頑張らない。俺ショーバチバチなんだよ。はい、なあ、まあ、その話を理解してない。だいたい何人までも忘れてとか。ない。はい、それで、まあ、だからタラタラやってます。タラタラはやってないです。なんで。じゃあやってない。じゃああいつらが言っとるのがおかしいとかね。先輩とだから言っとるのが、そうじゃないですよと思っとるのが
振り返ってみて、まあ、その予定、僕は予定したのとちょっと増える分とかあるんです。まあ予定が空いたり、ああ現場行って予定っていうのはここまでやってねって言ったやつがここのやつはここのやってみたいな。あ、違います、人を入れる。ああ、今日3人で行けてたやつが人余ったでしょ、最低でいいよみたいな、頭どうからどういうとか、あ、そういうのを、そうそう、あんまり本当に使わないでくださいよ、ね、ほんで、あ、だから納得してないんだ、使わせてくださいってことは納得してないんだけど、あ、言われる通りですだったら、まあ、別に納得して、いや、まあでもそうやって言われるってことはそうなんだなっていう思うしさ、だから僕のあれ、午後が終わったやつが手伝いに来るのもあるんじゃない、まあ、そうそのそういうことか。まあでも僕の基準値が低かったっていうのがあるんですよ。おー、かっこいいね、お前また効果が悪いから、もう使うわ、ああ、そこだけカットして使うわ僕の基準値は低かったとかじゃなくて納得してません、ね、やばい、それは先輩、マジで納得してません、草村、はい、ちょう、えないか。あ、何や。もうそれはない。もうちょっとやるって言っとって。はい、何かあった。でも何やってんやこのガキ。ほら。は？やるって言っとったよな。やってますって言っとったよな。俺に。はいはいはい。はいはいはい。ダビンははいはいはい。え、はいはい。ダビったじゃん。はい、いや、ほんとはい動画ちょっとリピートしろ、はい、やるって言ったよな、やってますって言っとったよな、俺にやってますって言っとったよな、俺に、はい、動画ちょっとリピートしろ、はい、リピートしたいっすよ、はい、目標決めてやるって言っとったよ、はい、やってない、目標っていうか、これだけ残ってきたらいいなと思ってます。あ、それもある、いや、いいよ、目標ない、何人で終わらすなって目標がないと最初からなんかモチベ上がらない。だって途中からっていうのは何かなって、あ、まあ、メンバーが始まっとったかな。そうですね、結構もう後半じゃないですけど、あ、次の今じゃあ新しいシンプルな物件は目標出しと、今のところまあその大型がないんであっちょっと待って、パワーが見上げていた、面白い人占めとるのが今そこだな、そこちょっとやろうか、そこきちっとできて、そこからもうご挨拶しようかな。はい、もし納得しないってことある、とりあえず。いや、納得はしてます。難しいなぁ、みんなに本人はね、これ使っていいのか、納得そうなんだよね、はい、いいですよ、ってことは、まあ、自分が、あ、改善おっしゃる通りですみたいな感じ、全然ダメでしたけども、いや、まあ、自分たちもその目標を決めてないってことじゃないですか。お前、勝負のせいにすんなよ、お前、目標関係ないじゃん、自分たちも自分の目標を決めるよ、現場入って自分見たら、お前なんとだから、これ、勝負これぐらいで終わろう、下から突き上げるよ、お前上が上がったら何もするのか、これこっちが悪いけどあっちが悪いじゃない、こっちも悪いけどあっちも悪いんだ、はい、すぐそれやって俺なんか誰だ、お互いがお互いに悪いと思うなカメラの前にあんまり納得しないって感じ、ちょっと本当に言ってないです、面白くない、本当に言ってないです、本当に言ってません、何も言ってません、そんないいですよ、言ってないですよ、理由が結論はな、どうしたの、そういう何か良くない点、うん、手のを出さずに良、うん、くない点僕喋っていいですか、ああ、そのなんカンタなんて言われてもいいですか、なんかちょっと見たら不思議じゃないか、それは昼から行っとる人区も入れて行っとるんですか、応援で、まあ、なんかちらっと聞いたな、こいつも午後からとか、そうです、要は終わってのが手伝いに来るもんで、それはまあこっちの事情だもんな、そうですね、それってそれこそ人区計算するときに別の数字にしないからな、はい、そうです、ね、あのメインに行った人間、はいはい、あとは他が終わったから手伝いに行く人間、僕まあ別に物申すとかじゃないですけど、うん、なんていうんですか、その早く帰ってきてが日がないんですよ、そんでその応援って例えば10人ぐらいになりますよ、うんうん、5時に終わった日がないんですよ、それでも
帰ってくるの絶対7時ぐらいなんですよ。マジ？それ残業してでもやることがあるんで、うん、まあまあ、その仕様に慣れてないとかじゃないんですけど、うん、やることが多すぎるんですよ。ああ、そういうことか。指定のやつやっとったんですけど、それよりやることがあるんで、壁つなぎでも絶対パイプつけようとか、まあそれがルールブックに載ってないんだよな。ああ、指定の仕事が違うんだ。ああ、指定のずっと仕事をしとったんだけど、はい、視点の仕事を初めてやった。そうですね。あんま視点じゃなくて、多分監督によって違うと思うんですけど。あ、なんかそれでなんかそのインクかけすぎとか言われるのなんか僕は。納得しんな。僕はなんか。これアンサーどうかで。塗り替え道場堀川翔。ガッ。もうお前じゃなくなっちゃった。お前じゃなくなっちゃった。いや、僕も。まあでもこうやってことは思っとる。逆に。みんながみんな多分。そうやってはっきり言わない。もう考えない。はっきり言える方が俺も言えるじゃん。だからもう俺って見てないのになんかさ、わーって怒っていない感じだったんだな。俺も若い時そうだったもん。その知らないやつが、その制服なもんって言って。ってことはまあ納得できてないと。いいよ、いいよ。納得できないですけど、まあ、意見、まあ、偉そうな言い方ですけど。うん、まあでも、ありがたい現場いただいたんだろ。そうですね。いや、それを心配してくれてると思う。多分あの付き合いもあるから、せっかくね、はい、振ったのに、ね、小林君もお金があったら悪いなとか、そういうのもあって、多分来てるんだけど、はい、じゃあ、僕の周りに結構、なんかゴルフやると同じのに、みんな商売やってる人ばっかりあるんで、手が出ましょうぞ、そこに。でもこうだなぁ、写真を撮れ、とかやってるじゃん。だけど、それって俺だったらおかしなの。もう分からんし、それが全部じゃないで、まあ分かる。まあ、どういうことも分かるね。だから、一回飲み込んで砕いて、自分の形をしてもらうから、でも、すげえなって、まず言われることだもんね。あいつすげえわ。まあ、でも今後、そこもじゃあ、見といてくださいみたいな感じだ。それも言われないように。すげえ、すげえ。気づくな。改善して成長します。そう思え。でも、余っとんない。よし、行くわ。さよなら。はい。せーの、まなたみでーす。防水のビフォーアフターをお届けしたいと思います。なんということでしょう。ピカピカです。めくった跡もありますね。しっかり ピカピカです。ツルツルピカピカ。水弾いてますね。すごい弾いてます。シールも打ち替えてます。ピカピカです。ビフォーアフター比べてみてください。お願いします。